ジェニファーアン・アガターは、英国の女優。英国アカデミー賞と、エミー賞を受賞した経験があり、狼男アメリカン、2300年未来への旅、エクースといった映画から、テレビドラマ、ミマイナスの英国機密情報部まで、様々な作品に出演している。サマセットのトーントンにて、キャサリンと元イギリス陸軍軍人で、ライブオーガナイザーのデレック、 ブロディアガターの間に生まれた。子供の頃、キプロス島のデケリア、マレーシアのクアラルンプールに暮らした。エルムハーストバレースクール在籍時、英語を話せる少女を探していた、キャスティングエージェントによって、才能を見出された。結局映画撮影には参加しなかったものの、エージェントは、激流ナイルの恋のプロデューサーに、彼女を勧めた。自動書を原作とする BBC のテレビドラマ、 ザレールエイ・チルドレンに登場するロバータを演じることで世間の注目を浴び、1970年に同賞を原作として制作されたライオネル・ジェフリーズ監督の映画若草の祈りにも同じ役で出演した。無邪気な演技により彼女はカルト映画としても知られているホラー映画アイスターとカウンティングにおいてシリアスな役を演じた。 ホールマークホールオブフェームのザスノーグースにおけるフリサの役でエミー賞を受賞。成長しても大人の俳優として出演を重ね、美しき冒険旅行ではオーストラリアの奥地で幼い弟と共に迷子になる少女を演じた。彼女は1967年にオーディションを受けたが、資金面の問題で撮影が1969年に遅れてしまった。 撮影当時彼女は16歳で、監督は彼女が青年に達したとみなし、ヌードシーンを入れることにした。本編中には5分間の全裸で泳ぐシーンがあるが、アメリカ合衆国での公開版でそのシーンはカットされてしまった。2005年、国立メディア博物館が主催するブラッドフォード映画祭で行われたインタビューにおいて、彼女は映画公開時は、 作品の露骨さに驚いてしまったが、ニコラス・ローグとは良い友人であると話した。21歳の時にハリウッドに移り住み、わしは舞い降りた、狼男アメリカン2300年未来への旅、エクス、スウィート、ウィリアムといった映画に出演してきた。1990年から彼女は子育てに専念し、農法性繊維症協会のパトロンといった。 社会事業を中心に活動した。その際、宇宙船、レッドドワン不合第6シーズンへ客演したり、テクックス、ザ・オールニュー・アレクセイ・セイル・ショー、アンド・ザ・ビート・ゴーズ・オンといったテレビ番組に出演。2000年、カールトン TV がプロデュースした、ザ・レール・ウェイ・チルドレンに母親役で登場。2002年、BBC のテレビ番組、ミ・マイナスの英国機密情報部に出演。 デビッド・ジェイソンによる ITV のテレビシリーズダイヤモンド・ギザー第1話に出演。2007年にはドクター・フーのオーディオドラマザ・ブライド・オブ・ペルドンに客演した。子役の頃から彼女の映画を見て育ってきた男たちの間で人気を博していることに関して彼女は好意的に思っている。彼女は子役時代の無邪気さと狼男アメリカン。 2300年未来への旅、エクスなどで見せた姿を結びつけることは、全くの幻想だと考えている。結婚するまでは、ロサンゼルスに一人暮らしをした。1989年に、バースの美術祭で当時バークシャーにあるクリブーダンホテルの最高経営責任者だった、スウェーデン人、ヨハンサムと出会い、翌年8月4日結婚。 1990年12月25日息子を出産。現在ロンドンのキャンバーウェルに暮らしている。コーンウォールが気に入っており、イングランドの南端ザリザードに別荘がある。ありがとうございます。